GWM クロスオーバーリアバッグ39のご紹介をいたします。特徴としましては、まずはこういったリュックとして使えるということで、オートバイを降りた時にしっかりと背負って便利に使えるという機能がございます。そしてこのベルトを外していただきまして、本体のこの底の部分のスリット、こちらに入れていただきます。そしてこう横にしていただきますと、リアバッグとして使えるという機能もございます。取り付けにつきましては、ゴールドイン独自のこちらの X ベルトを使用して取り付けることができます。メイン機室につきましては、こちらのファスナーをぐるっと回していただきますと、開口部がこう大きく開いて、非常に物の出し入れがしやすい仕様になっています。合わせて内側にはこういったコンプレッションのベルトもついておりますので、しっかりと物を固定することができます。この上のファスナーの部分をまたこう開いていただきますと、本体が上に長く伸びることによりまして、容量を可変することができます。29リッターから39リッターということで、10リッターほど容量が増えますので、旅先で荷物が増えた時などに非常に便利に使えます。あとカラーリングにつきましても、オリーブドラブというデジタルカモフラージュのカラーですね、こういったカラーも新しく出ておりますので、より普段使いにも便利な機能、デザイン、カラーとなっておりますので、ぜひお使いください。